おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。10月20日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気のポイントから見ていきましょう。西日本は高気圧に覆われて晴れて穏やかなお出かけ日和となりそうです。ただ近畿北部では天気図上には描かれない低気圧の影響で雲が広がりにわか雨の可能性があります。そして東日本ですが、北陸ではこの低気圧の影響で雲が広がり雨が降ります。関東も午後はにわか雨や雷雨に注意が必要です。お出かけの際は雨具をお持ちください。北海道から東北北部は晴れてもみじ狩りのチャンスとなりそうです。東北エリアでは弱い前線の影響でにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。一方東北の南部でも低気圧の影響で雲が広がり雨が降ります。こちらもお出かけの際は雨具をお持ちください。では全国の天気アイコンでも確認していきましょう。今日は西日本やそして北海道などでは晴れてお出かけ日和となります。紅葉を見に行くのも良さそうです。一方東日本や東北エリアではこちらでは雲が広がり雨が降ります。だんだんと止んでくるところもあるのですが、関東では午後にわか雨や雷雨に注意が必要です。昼間は各地過ごしやすい体感となりそうですが、朝晩は肌寒くなります。一日の寒暖差で体調を崩さないようご注意ください。以上全国の天気をお伝えしました。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。